俳優の川口春奈が主演、木南遥か、はたが共演する t b s 系金曜ドラマ、キューボーダー、毎週金曜50時の第3話が3日に放送される。本作は、19歳、29歳、39歳といわゆる、大台を迎える前のラストイヤー、キューボーダー、真っただ中の3姉妹が、父の突然の失踪を機に一つ屋根の下に集結。ララブ・ライフ リミットの 3L をテーマに、もやもやや焦りを抱え、幸せになりたいともがきながら人生を前向きに進んでいく姿を、完全オリジナルで描くヒューマンラブストーリーだ。第3話のあらすじ、幸太郎、松下洸平との恋に浮かれる自分にブレーキをかけたい七苗、川口春奈は、大化けに集まる面々にそのことを相談する。まだ29歳。 踏みとどまる必要はないと背中を押す6月、木浪遥しかし複雑な思いを抱えるようだ。木戸大成は七苗が席を外した暇に6月や8回、はたちだけに孝太郎の私物に紛れていた1億円以上の預金残高が書かれた明細書のことを打ち明けるそんな中、いまだ離婚を先延ばしにする6月の前に国を山中智の浮気相手 萌か佐藤穂波が現れる一方七苗は有名パティシエとの新プロジェクトに携わることになったがさらに警察から幸太郎に家族が見つかったかもしれないとの一報が入る。